北島達也です。今回はですね、タンパク質の摂取量について説明したいと思います。まずですね、こんな質問を受けたんですね。タンパク質を1回の摂取量 20g 以上取っても意味がないけど、一方、筋肉をつけるためには体重 1kg につき 2g ぐらいのタンパク質を取らなければいけない。で、しかしそれを考えたときに1回 20g しか摂取できなかったら一体何回食事を取ればいいんだっていうことで、質問をしてきた方がいるので、それについてお答えしたいと思います。プロフェッサー・レイス The Mad Scientist Yeah You're about to get served。 まあ結論から言ってですね、タンパク質 20g っていうふうに決めてたのはかなり昔の話で、それも日本だけの話で、実際そこは間違っています。タンパク質は、まあ、とにかく多ければ多いほどいいと思っていた方が筋肉はつきやすいですね。例えば、60キロの人が、体重60キロですから、1キロに対して 2g っていうと 120g のタンパク質が必要なわけですね。で、1回の食事がもし 20g しか取れなかったら、60キロの人でさえ1日の食事をですね、6回取らなきゃいけないということになりますよね。で、じゃあ120キロのボディビルダーっていうのは存在するんですけど、その人たちは1日12回食事を取らなきゃいけないのかっていうことになります。で、さらにアメリカでは、ボディビルとか筋肉をつける人は体重1パウンドにつき 2g 取らなきゃいけないって言われてるわけですね。で、それを実践皆さんしてるわけなんですよ。で、そうすると、まあ、1キロについて 3.78g ぐらいなのかな、そのくらい、まあ、4g 近いわけですね。じゃあ体重100キロの人が 400g 取らなきゃいけない。まあ実際そのくらい取ってるわけです。そうすると1回 20g しか取れなかったら寝る時間がなくなっちゃうってことなんですね。で、そこでやっぱりワンポンドステーキを食べたりとか、このサーモンでもブロックですごいでかいのを食べたりとかするんですけども、この 20g っていうのは一切忘れてもらって、例えば1回に 100g のタンパク質を取ったとしてもですね、牛肉とかサーモンとか、消化に時間がかかるので、少しずつ体に吸収されていって結果的に 100g のほとんどは、体に取り込めると思うので、とにかく、タンパク質っていうのは取れるときに多く取ってあげる。で、まあ、食感もなるべく開けない方がいいと思うんですけども、取れる量っていうのはですね、実際に日本の食生活だとなかなか限られてくるんですよね。ですから、プロテインパウダーなんかが必要になってくるわけなんですけども、例えばプロテインパウダーって一昔前だと、なんか薬みたいな扱いを受けてたんですけども、あれ牛乳を粉にしただけなので、例えば低脂肪牛乳ってあるじゃないですか。低脂肪牛乳の糖も取って低脂肪低糖牛乳をそのままパウダーにしただけなんですよね。で、まあ最近では飲みやすいように味をつけてあるということで、結局食べ物なわけですね。で、タンパク質の量はとにかくすごい必要だけど、日本でボディビルをやろうとしたらなかなかタンパク質が取れないので、プロテインを合間例えば、サラリーマンなんかをやっていて朝ちょっとタンパク質が取れるような食事を取ろうと思っても忙しくて朝からステーキとかちょっと難しくて、じゃあ卵に食べしようかって言っても卵だって、結構しっかり取ろうと思ったら 5個から10個取らなきゃいけなくなるのでちょっと苦しいっていう方は、ちょっとした食事にプロテインを飲んでそれで会社に行く。で、ランチタイムなんか行くとですね、やっぱりもたまにランチとか行くんですけど、タンパク質がほぼないんですよね。そしたらやっぱランチをしてもやっぱプロテイン飲まないといけないっていう感じでタンパク質を取ってあげる。で、その間に、まあ、夜になる前にですね、もう一回ぐらいちょっとタンパク質を取りたいなっていう時にまたプロテインを飲んだりとかして、で、夜はしっかりもう肉を大量に食べたりとかして、タンパク質をしっかり取ってもらう。で、もし可能であれば夜寝る前にまたタンパク質を取りたいんですけども、まあ、食欲がなかったりとかちょっと太るってことを考えるとまたプロテインを飲んだりとか、まあ、そうやってプロテインを飲む回数が多くなったりするので、僕たちみたいな人はしょっちゅうプロテインを飲んでるようなイメージがあるんですけど、これは全部食べ物でも構わないわけですね。ですからできるであれば全て食べ物でそれをやりたいところなんですけども、まあ、肉とか魚だけで1日6食とか5食とかこのしっかりとタンパク質の量を確保することが難しいので、プロテインパウダーで、補ってあげる。ただプロテインパウダーというのはほとんど食べ物なので、まあ、牛乳をパウダーにしただけですので、実際にはかなり、優れたタンパク源だと思います。ただ吸収が早い分だけですね、やっぱりなかなか体に残ってくれないので、やっぱり肉とか魚っていうのをしっかりとってあげると、この
血中のアミノ酸濃度っていうんですけど、タンパク質がずっと取れてるとずっとこう平均してその中でアミノ酸が血液の中に含まれてる感じなんですね。それがちょっと下がってしまうとカタボリックっていって分解が起きてしまって、筋肉を分解してタンパク源にしようっていうふうに働いちゃうので、できればタンパク質源を吸収が早いプロテインだけじゃなくて、逆に吸収がゆっくりの牛肉だったりとか、魚だったりとか、肉、他の豚肉、鶏肉でもいいので、そういったものからも取ってあげると、この血中のアミノ酸濃度というのはずっと一定に保たれて、カタボリックって筋肉が破壊される状態を防げるので、なるべくタンパク質を多く取るためにプロテインを取るのも大事なんですけども、肉や魚っていうのもしっかり取ってあげると筋肉がより大きくなると思いますので、ぜひその辺を考えてタンパク質をしっかり取ってあげると、いいと思います。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思ってくれた方は、高評価の方とチャンネル登録の方をお願いいたします。また無料のメールマガジンを毎日発行していますので、もし登録していただければ、私が毎日誰かの質問に答えて、アップデートしていきますので、そちらもよろしくお願いいたします。